ギャグ抜きで冷静に見ると幸せになれる未来がほとんどなさそう。人見知りでまともに人間関係を築けないし、勉強や運動は頑張ってもできない子だから将来の可能性の幅も広がらない。ひろいさんみたいに酒に頼った日には完全に破滅しかねないし、なんなら今の結束バンドルートでもハッピーエンドになる保証がない。将来的に結束バンドが成功しても承認欲求モンスターが暴走して大損する可能性は大いにある。コミュ力や自己評価の低さが改善するとは思えないし、ほぼ積んでないかぼっちちゃん、お気づきになりましたか？だからみんなでが大事なんだ。こういう人生積んでるキャラって大抵は怠けた結果の自業自得が多いけど、ぼっちちゃんの場合ちゃんと頑張ってこれだから辛すぎる。小学生の時点で自分が周りより劣ってることを認識させられるのって人生においてかなり重大な問題だからな。大抵の人間は小学生、遅くても中学生の時には自分の上位互換がゴロゴロいることには気づくので、ぼっちちゃんの問題の根源はそこではなく致命的な社会性のなさだと思うんですよ。普通なんぼコミュ障って言っても知人の一人くらいはいるんすよ。原作最終回あたりでほんの少しでも前向きになれるといいんだけどね。でも原作だとちょっとずつ改善してない。ひたちゃんサポートがあるとはいえ徐々に馴染みつつあるし、自分から演奏前に喋りたいって提案して凍えながらも演奏聞いてくださいって言えるぐらいにはなった。勉強も運動も頑張ったけどついていけなかった。手親に断言されてるからな。ギャグで薄められてるけどそれなりに辛い人生だったと思うよ。結束バンドが売れたら広告収入の他に作詞の印税とかである程度収入はありそうだけど、マイニューギアで即破産する光景が見える。江戸とかなら淘汰されて生き残れてないけど、生地現代だから生きられちゃってる。徐々に理解者もできつつあるし、このままいけば大丈夫だろう。もちろん結束バンドがちゃんと成功することが大切だけど、ぼっちちゃんはとにかく自己肯定感を高めないとダメだ。承認欲求モンスターも極度の人見知りも服装のセンスも全部が自己評価の低さから来てそうだし、調子に乗るんじゃなくてちゃんと等身大の自分を認められるようになればいろいろと変わりそうなんだけどな。承認欲求は大半が愛情不足によるものと言われてるが、ぼっちはそんなに該当しないよね。ぼっちちゃんの場合はとにかく自分を認めてほしいって感情が一番なんだろうな。割と冗談抜きで学習障害とか持ってそうなんだよな。勉強は真面目にやっても身につかないし、失敗から学ぶ能力がないからまた同じことを繰り返す。先生曰く落ち着いてやればもう少しいい点が取れるらしい。学習能力の低さと成功体験のなさと元来のストレス耐性のなさで壊滅的な点数になっていると思う。ネガティブな妄想をしまくって思考が脱線するからまともに頭に入ってこないみたい。そのもう少し上の点数も30点や赤点ギリギリ回避レベルなんだよな。ヒロイさんがまだマシに見える積み方。ヒロイはヒロイでこのままだと早死に待ったなしだと思う。本人はそれでいいのかもしれないけど、正直独学でプロ級までいけるんだから、その学力とか理解力は決して悪くはないのよね。ぼっちちゃん本当に知能足りてなかったら独学で楽器は無理だもの。ぼっちちゃんが高校やバイトを辞めたいって言ってるのは、働くのが面倒ってより人と会うのが怖いからかな。勉強や運動に対する努力を見るに怠け者ではないと思うし、まあギターヒーローの広告収入で実家に金入れられるし、高校中退から引きこもっても追い出されはしないと思う。ヒロイ化しなければ、もしニジカちゃんに出会ってなかったらバンドは組めず友達もできない、勉強は進学どころか進級が危ういレベル、そのうち承認欲求爆発してギターヒーローアカウントでやらかすかも。本当に出会ってよかったよ。最悪の場合でもメンバーが養ってくれるし、レーベル契約の時もそうだけど、ぼっちちゃんって山田のこと笑えない程度には金遣い払いよね。ぼっちちゃんはコネ能力よりこっちをなんとかすべきだと思う。今のところなんやかんやで周りには恵まれてるけど、金遣い払いと自ら破滅しかねん。まあ金使うのも人に自分を見てもらうためだから、自己肯定感さえ高まれば解決するだろうけど、ぼっちちゃんは今ある金を全部使っちゃう金遣いの荒さだけど、山田は今ない金すらも使う金遣いの荒さだからな。承認欲求バカ衝動買いは多分あれで懲りただろうから。懲りてないぞ、全然マイニューギアりたいぞ。だから北ちゃんと同棲する必要があったんですね。ギターヒーローという成果から自信をつけられればいけそうな道筋は見えてるから、結束バンドでの動き次第で道が開ける可能性はまだ残されてる。ぼっちちゃんは教えられたら点数は取れたから勉強ができないわけじゃないんだよ。多分勉強の仕方が間違ってる。コミュ障ゆえに教師にわからない問題を聞きに行けなかったんだろうな。かといって友達もいないから教えてもらうこともできず、
それどころか勉強スタイルすら間違ってることに気づけない生活を送ってきたのだろう。ちゃんと自分がこのままだとやばいことになるのを認識できてるタイムリープ能力のないタイムリープ主人公みたいな状態だから、その都度これじゃダメだってタイミングで後悔しないように全力で頑張れてるの偉いと思う。克服する課題が多すぎるよ。普通の人がなんとかなることもぼっちちゃんにとっては一大事だろう。音楽独学でヤバい級に慣れてるから下手したら学校が合わないだけかもしれん。ただ他人との付き合いを覚えないと外に出れないのよな。それでも最初に比べたら成長はしてるから、初めなんか誰かに声をかけてもらうの一択でコミュニケーションのこの字もなかったけど、勇気を出して自分から声をかけれるレベルにはなったし。みんな悲観的に考えてるけど、言うてギャグ抜きでならぼっちちゃんの挙動もマイルドになるでしょう。でもギターと勉強はやっぱり違うよ。勉強できてギターできない人もその逆もいるし、音楽で食べてくるとなら店長とかの子で作れてるからギターを伸ばしていくのが吉というかほぼ手札がそれしかね。音楽のスキルしか育ってないのでぼっちちゃんには音楽で食べていくしかない。なので結束バンドでメジャー目指すか、他のバンドに入るか、死の三択だから、それってガチじゃないよね。ってしてくれたポイズンはある意味救世主かもしれない。下手したらバンド活動楽しかったね。でみんなそれぞれ社会に出ていって、後には何もない後藤一人が取り残されていたかもしれない。真面目に北ちゃんみたいな子に首はつけてもらった方がいい。承認欲求の塊だけど、逆に言えばそれが満たされてたらある程度は抑えられるわけだし、常に肯定してくれる人が近くにいれば、あるいはと思ったが、両親からしっかり愛された上であれだから厳しいかもしれない。でも金遣いとか財布の紐締めてもらえればなんとか。ポイズンさんのつてでギターヒーロー名義でハプー本とか出せば多少は稼げるかもしれん。バンドルートがダメなら YouTuber ギターヒーロールートもあるな。ここに本ぞ。最悪政府でなんとかなる。その結果が押し入れ在住劣化酒かすぼっちちゃんか。ただのバカならバカ同士でつるんだりもできるけど、ぼっちちゃんはこれまでそれすらできなかったんだと思うと泣けてくる。ぼっちちゃんは音楽系のスキルツリー伸ばしてるから、バンドやめても歌詞提供とかで生きていけんかな。何にせよ北ちゃんかにじかちゃんのフォローは必要なんだが、ギターヒーロー名義の人気爆発からの案件方になって結束バンドとして活動できる時間なくなったら多分精神的に詰むよね。ぼっちちゃん単に成功して名を広めるだけならギターヒーローに特化した方がいいけど、ぼっちの人生考えると結束バンドのぼっちだけを残してギターヒーローはもう封印してもいいと思う。ボッチザロックの最終回前の一大エピソードはそこになりそうなんだよな。ボッチちゃんが成長するってことは徐々にギターヒーローに近づいていくってことだから、バレリスクが高まる。今はまだめんどくさいファンにしかバレないレベルだし、14歳が黙っててくれてるけども。まあ本編も最終的にはギターヒーローを引退で結束バンドの後藤一人として生きていきますエンドだとは思う。そこに行くまでどれくらいの段階踏めばいけるんだろうなとは思うけど。